こんばんは、カナメシュールです。カナメシュールです。カナメスイーツでいろいろと、スイーツデコ以外のことをやり始めて、カナメスイーツのデコラジっていうのはスイーツデコのデコラジだったんですけど、それ以外にいっぱいいっぱいいっぱいなんかやり始めてさ、なので、スイーツデコのデコラジと別に、なんかね、リストを、整理してたら、カナメスイーツの方が、リストがごっちゃになってきちゃってさ、なので、ですね。カナメシュールで、いろいろ、スイーツデコ以外の作業をやるのは、カナメシュールの方で、模索しながら、やりたいなと、思っています。今、ちょっと、ブシュブシュという音がしてたのは、この枝作りをしているところです。ちょっと待ってね。ちょっとしてみてよ。さっきまで、これは、青い部分。羽にね、羽部分を作って、羽部分、羽を、バラで飾って、なんかこう、女の子のバレンタインのような、なんかちょっと、可愛い感じの。バレンタイン向きっていうか、なんか、あなたのところに飛んでいきたいっていう感じ。あなたのところに、この思いを届けたいわっていう時の女の子の羽にはお花が咲いててもいいんじゃないか。それで、レジンの羽を作るのも、羽は前はちょっとブラックとか白も作ったんですけど、それは型から出して、まあゼンマイとかつけただけのやつだったので、今日は自分で作った粘土のバラ系を、その羽に飾り付けたいなと思っています。それでさ、さっきシェルパウダーでちょっとね、一回作ったんですけど、シェルパウダーで、なんかね、これはちょっと、あと最後に、薄めてコーティングかける感じのところつこうかな。これで、こう、シルの微調整して。で、羽のこの型に、この方にですね、いまいち写りが悪いっすか。で、こういうですね、パールとか、バラ、ちょっとまだバラちょっとしか出してないけど、こういう粘土で作ったこのバラとかを表面に飾りたいと思っております。で、これピンクなんですけど、あんまりこれは清原のレジンじゃないんですよ。これはね。なので、あんまり、すでに見切れている。はい、はい、はい。遠いな、そこ。作業してるところ。あ、やばいんじゃないこれ。他のやつを固めてたから、ここにもすでにし、UV ライトが照らされてる状態の真ん前にそれ置いてたと思う。どうしようかな。ピンクな感じと、でも途中で清原のレジンでちょっとこの、ふたくした感じが、薄めたくは、こういうのもね、上手になれたらいいなと思って。シュールカナメは、カ
カナメスイーツじゃなくて、カナメシュールだから、なんかシュールな感じで。何シュールって言ったかな。なんかシュールっていう意味もいろんな意味があるみたいで、私的には、ヘンテコなという意味が入ってたので、なんかね、意味を調べてて、シュールっていう意味はすごくいい、現実を超えてる意味とか、なんかあるんだってよ、芸術的な意味がね。でも、ヘンテコなとか、奇抜なとか、なんかちょっと出来損ない気味なっていうのもあるんで、なんかそっちのヘンテコなという意味のシュールかな、と思って、カナメシュールにしました。それでアカウントもですね、まだね、カナメ、カナメシュールアカウントも作ってないんですよ、これは。だからこれ動画上げるときに一個作らないといけないな、別アカ作り方忘れたな、どうだろう作り方が忘れたな、どうしよう。これがピンクの部分、そして白の部分、白が先がいいのかな、ここにちょっと白を途中入れての水色のまた白のっていうのはどうですか、白少ないですけど白少ないですけど、どうも。いらないものがいっぱい映ってるんでしょ、なんだろう、こう持っていけるんでしょ。そして水色を入れて、またちょっとそこをぼかしながら、よいしょ、あんまり混ざってない、ほらやっぱり、あ、やばい、ほらさっきねそこに置いてたんですよ、アホでしょ、私。分かってた、アホだった。そうよ。だから固まってる、この、こういう段階で。あ、でもなんか面白いかも。逆に、この固まったやつを、どう剥がすか。もったいなくない?これ。これ固まってるのよ、でも固まってるけどしょうがないね、これでこのさっきの白いので合わせて増やそう、固まってないとこ作ってます、じゃあここにちょっと混ぜよう、その混ぜ色部分でちょっと捨てます、捨てる?してるか、ビタビタなっちゃう、うん、いいかも、このぐらいで、あ、びっくり、固まってるかな、うん、縦ラインで入れたい気がする、これで、よいしょ、よいしょ、白くしたいなと、もうちょっと白入れたいかな、いいか、あんまりこの色にこだわらない、よし、なんかちょっとボカッボケた感じで、これで一段目固めます、こんな感じで、こんな、なんか、え、空気抜いた方がいい、空気抜いたりこの端っこにやったり、そうね、そういうのが
トントンってしようか、じゃあ。トントンってしようか。トントン。お、こうやって出てきたぞ。トントン。トントン。トントンと。この型で超リアルにできてるんだけどさ、鱗みたいになってるから、そこにきちんと入ってないと。でもなんかぼやーんとした感じの、パステルを生かしたいと思ってるんですけど。でもここが綺麗に入ってないとダメ。ニコン適当で。はい。じゃあ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 、こんな感じだよ。これで入れます。よいしょ。あんまり完成じゃなくていいわ。やっぱかわいい。感じ、好きな感じになりました。そしたら、ここに、パールを飾ろうかな、こう、ちょんちょんちょんって。パール。バラも飾りたいんですけどね、さっきのバラ見た？ピンクのバラの方が合うんだ。あ、一つつけようかな。二つでいいかもしれない。なんか、思ってたのと、バラの大きさがちょっと、違うね。バラの大きさも色もちょっと微妙なんだよね、ピンク。これがいいな。開き方も。この方にちっちゃいの。これとこれ、あ、いいな。こっちは、これがちょっと残ってる。先に選別しとけって感じ。これとこれにしようかな。そして、ブルーのところにも乗せる？ブルーの花。一つ、あ、一つ乗せようかな。じゃあ、お上品にしよう。こっちは。さっきのがね、いまいちだったからね。これは？あ、いいね。と、あと最後に白。白かぁ。マットなんじゃなくて、ちょっと透明感のある白。ちょっと白。いいね。その大きさが。ちょっとこれ大きいかなぁ。こんなくらべたらいいか。逆に、よし、できたん。じゃあこのパールを、あれめっちゃ見切れてたんだ。大変、見せながらするって大変ね。本当にみんなよくやってるよね。え、見えてる？全然見えてない。見えてなぁ。ここにパール乗せてるの全然見えてないじゃん。乗せてる意味がなくなったんじゃないか。なんかね、女の子の、こう、恋、可愛いな感じの、なんかドレスアップした感じに見えるね。じゃあこっちもなんだけどさ、同じようにできないよね。取れそうよね。そしてこれも本当に額とかに飾るぐらいしか取れない。こう、んで、
アナマシパールですね。全然見えないね。寂しいですかね。結構つけてるね。何個つけた？ DC-7。うん。あ、待って、落ちてこない。こんな感じ。2、4、5、7。同じ数だけは一応ついた。よし。そしたら、なんかね、ピンクか、ピンクの。全然見切れてた。ブルーに白かわいいね。どんな感じですかね。そしてこの周りにちょっと大きめのパールのせたいですか。ジョボジョボつけて。あら、かわいいじゃないですか。あ、2個も取っちゃったし。なんかかわいくないですか。お子様だからね。見せておきます。こっち、次こっち。売り代わりに、使ってます。レジン液を、つけながら。難しいね、見せながらやるって。本当に難しい。普段本当に、どんだけ見せながらやってないんだよって感じ。どんだけ親切なの私。これ濃いんだけどな。同じように付けるって難しいな。ちょっとこっち向けてもいい？ちょっと、見本に同じような感じのバランスで付けたい。ここが並びすぎてる。これがもう、よいしょ、これを完成させなきゃいけない。ちょっと大きめのパールとかつけてくれじゃーん、できましたー。おしゃれな羽、天使の羽、完成です。こんな感じで完成いたしました。これは失敗作。これ最初に試作。どんだけ、バリもついてるし、これもちょっとバラ落下していきそうになってるし。これはちょっともうこのまんま瓶に入れとこうかな。これで完成しました。カナメシュール第1弾は、天使のおしゃれさん、おしゃれ天使というところで、天使の羽を作っておりました。では、どうだろう？まだなんか塗り絵とかそういうのもこっちでやろうかなと思っておりますので、またお暇の方は見てきてください。では、またさよなら。